はい、どうも、ネギです。今日は、金の鮭の武器があって。はい、待ち伏しました。会場集落、鮭と城、鮭とば、鮭とばかな？よろしくお願いします。鮭とば、鮭とば、鮭とば。鮭とばって皆さんどうやって作るか知っていますか？くるくる回して、なんか干物みたいにしてたのを、私は北海道で見たことがあります。よろしくお願いします。ちょっと、今日は金の鮭の武器なので、久々に動画に、ターンを動画にしたんですけども、してるんですけども、ちょっと今ですね、寝起きでですね、体が全然動かない状態でやっております。さらに、喉もガラガラで、おじいちゃんみたいな喋り方してます。よろしくお願いします。寝起きでこんなに喋ったのは久しぶりかな。ごめんなさい、ちょっと噛みすぎだね。今日は、もうちょい起きてから動画撮った方が良かったかもしれない。あれ撮れない。金の鮭が撮れへん。これは、後ろから倒すと。やべ、あと喉も痛い。喉が焼けるよ。待って、鼻もかゆい。ちょっと待って。いや、まあ、おさらい。いや、手離すやつが悪い。危ないよ、危ない。あ、ちなみに今使ってる武器はクマサンスロッシャーっていう武器で貫通力、そして威力がある武器で、そうですね。振るの遅いし、濡れないし、4回しか振れないので、生存能力にはちょっと欠けてるんですけども、まあ、威力は、申し分ない火力を持っていて、すごいな、なんか回りくどいな、俺の喋り方。うれ、これも貫通して倒せんすよ。わざわざ、ボムを入れて肩パッドを倒すのではなく、真ん中に、顔面にぶち当ててですね、倒すことができます。やべえ、ゴミ収集車来た。やべえ。ゴミ出さなきゃ。待って。ゴミ収集車来た。やばい。もういいや。もういいや、もう。ゴミ袋だけが溜まってく。この生活。ゴミ袋だけが。ゴミ袋捨てれないから。あ、てか俺、ハイパープレッサーだったのか。で、今回使う武器は、クマさん武器の、ブラスターのやつですね。なんか連射ができる。クラッシュブラスターよりも、連射ができる、ずるい武器となっております。この武器は、俺はガチマッチとか縄張りバトルでちょっと使ってみたいっていう、願望がありますね。はい。倒しまーす。こっちで倒すよりさ、絶対みんなクマさんの武器だからさ、ここで倒した方がいい気がするんだよね。連れてこようぜ、みたいな。そんな思いがあります。はい。で、多分、クマさん武器で一番強いのは、この人が持ってる、竹？まあ、チャージャーか。チャージャーなんですけど、俺は竹と呼んじゃう。てか、まあ、使い方が竹だから。一発一発、トン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 で撃てるんですけど、それがまた強い。威力が速い。もうなんか、ほんと火力が一番強い気がする。まあ、ブラスターも濡れるし、なんか、楽しいんで。頑張りましょう。目が。今、空見た瞬間、目が痛くなった。明るいからかな。あ、やばい、気持ち悪い。気持ち悪い。寝起き気持ち悪い。どうしよう。昨日ね、あれなんですよね。まだ、お酒を飲めない子がいるから、あんま言わないようにしようかなとは思ってたんですけど、ちょっと、お酒を飲む、スプラの大会っていうのかな。初めて出まして、スプラ2で大会に。甲子園は出たんですけど、そう、オフラインのなんか、大会はちょっと初めてだったんですよ。緊張することもなく、なんかお酒飲みながらできて、ね、すごい面白かったです。まあ、それもありまして、ちょっとずっと寝てたんですけど、あ、掃除もしましたね。部屋の。すごい部屋が綺麗になりました。なんか大きな綺麗になってました。覚えてない。寝たら忘れる俺。あ、また、いや、ちょっとこれ、チャージャー持ちたかったな。無理してくれた。なんで俺だけ飛ばないの？なんで俺だけ飛ばなかったの今？どうして？どうして俺今飛ばなかったの？ラグかな？なんかどこ鮭？こっちだ。鮭待って。鮭待って。なんで俺狙う？これは3回振れるんで3回振ります。なんか連続で振るときだけ早いの、スロッシャー。1回振るとね、毎回チャージしなきゃいけないんだけど、連続で振ると早いので、ほい。オッケー。やばい。
やべやべやべ、マジでやばい、マジでやばい、危ない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 。これは連れていくか。爆弾とか味方に倒してもらうか。俺こういう貫通して倒せるような武器倒して、行きたい。死んじゃう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 。危ない、うわぁ、よく生きてんな俺。これは倒します。背中からね。いや、ボムが入れられない。はい、入れた。うわぁ、待って、こしゃけにこれ一発ずつだ、もったいない。もういいなんか、もったいないからこれ使っちゃうわ。タイプレもうウェブ3だし。撃つ場所ないけど。あった、見つけた。撃つ場所今見つけた。終わってから見つけた。ハイパープレッシャーの子が来た。ちょっと。ちょっと ここやばくないですか、ここ。ここやばくないですか。あ、オッケー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 。あ、強い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 。火力やっぱある。連射性のないけど火力だけは。ハイプレ使いたいなぁ。ハイプレ使いて。あ、じゃ、こじゃけに、こじゃけハイプレ。こじゃけハイプレしないと。うわぁ、オッケー。オッケー。あー、遊んでる。混ぜてもらうか。あー混ぜられなかった。嘘。まあでもありがとうございました。100超えたな。もう寝起きで100超えたな。美味しいご飯でも食べてこようかしら。ありがとうございました。俺の声もしかしたら聞きづらいかもしれない。俺なんかこんな倒したよ、1300も。そんな倒した？一気に上がるな。はえ？なんで？なんでよ？まだ起きて10分ぐらいしか経ってないぞ。起きて10分で危険度マックスやらすなよ。そもそもゲームするなよ、俺。何してんの？でも声出てきたわ。あ、ちなみに今まだ紹介してないんですけど、これはクマさんの武器の傘の武器です。シェルター。クマさんシェルター？シェルターでいいの？あ、じゃ、わかんない。わかんないけど、傘ですね。絵の折れた傘。待って、絵ってなんだ？傘の布の部分が取れてるんですよ。なんか壊れた傘って思ってくれると。なんか開けないですね、壊れてるから。よく風に吹かれて壊れちゃうじゃないですか。強風に吹かれると、壊れてしまう傘ですね。小学校の頃、ひっくり返って遊んでたんですけど。今でもやっちゃうかもしれない。今、20超えてまで、成人になってもね、遊んでしまってちょっとやばいよな。そんなこと しちゃダメだよね。やめよう。今日思って、傘で遊ぶのやめよう。だから傘で遊ぶの危ねえわ。危ない危ない。やってません。もうやってません。そんなことはやっていません。あー、届かない。この武器威力弱いんだよな。さっき使ってた武器と比べると一番、威力は弱い。けど連射性能と塗り性能があるから、小鮭とか倒そうかな。こういう、あと濡れるから集めたりね、こういうとこにあるの集めたりしてね。あれ、これ危険度マックスだよな。簡単じゃないか。簡単じゃね。わあ、みんなあっち行っちゃった。今回金の鮭集めますか。大丈夫か。任してくれ、俺に任してくれ。うわあ、危ねえ、びっくりした。通り際にいたよ。通り際に。うわあ、助けてくれ。大量大量。なんか遊んでるぞ。遊んでたわけじゃないか、今。横の隅っこにいたぞ、今。びっくりした。おい、また傘じゃないか。また傘や。もう今日集めようかな。さっきはちょっと倒してたけど、集めるより倒す派だったんですけど、今回は、金のいくら集める間になっちゃおう。まあ、危険度マックスだしな、誰かが運ばないといけない。あ、連れてきてくれ。ありがとう。こういうの出しとくか。俺の声聞こえますか？マイクとちょっと遠いんですけど、さっきもそれ言いかけて、ね、ウェブ変わっちゃった気がする。ウェブってか終わっちゃった気がする。聞こえてます？大丈夫？動画だから編集できるとか思わないでください。音はちょっと難しい。とって難しい。あ、これ倒す。まず下から。ナイス、ありがとう。あれ、今俺ボム入れられてなかったか。すまねえ。ナイス、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 ナイス。
わざわざ後ろ回る必要もないな。ほい、ボム、今回こそ入れていく。ここの数やばいな。オモノルバ30いったぞ。なぜ30って。危険度マックス30ってなんだ。え、しかも、金のさ、クマ3匹強いよね。これ、ほんとに。すごい強いんですけど。楽しい。え、今日生放送しよう。金の。金のクマさんで、生放送しよう。面白いわ。見て、この数。金のイクラの数。40いくよ。40いったよ。お、50いくぞ、これ。ほい、拾う。今回拾ってます。はい。え、50いく、50いく。マジで、50いこう、50いこう。え、あと1個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 。50いった !50 いった待って、51いく。50、50、50、53、53、53、53。おい素晴らしい、バイト素晴らしい。てか、なんでこんな危険度マックスなの簡単なんだ。みんな上手いからかな。危険度マックスって要は上手いってことでしょ、他の人が。そういうことでしょ。意外と危険度マックスの方が簡単説あるぞ。で、最後に俺が使うのは、クマさんのスロッシャー。まあ、チャージャー使いたかったんですけど、チャージャーはダメと。使っちゃダメと。公式から言われました。あ、俺金の鮭持ってないのなんで帰っちゃったな。あ、これ連れてくるか？雨だけ倒すか？来たね。うら！降りてきてからも君は倒されるんだ俺に。あ、彼も撃つ前に倒した。いい。撃つ前大丈夫かな。あー、撃たれた。違うかな。どうなんだろう。とりあえず運んで、ドルバ25か。モグレちゃんは連れてきますよ。やべ、寝起きでサーモンして動画撮ってると、喋らなきゃいけないっていうか、まあ、実況してるからさ、目が覚めてくるわ、だんだん。これいいね、朝の運動。朝の運動。寝起きスプラすごいいいかもしれない。普段喋る人は。営業とか、仕事とか。学校で友達話したとかも危なかった。今危なかった。どうしようどうしよう。こっち帰ったんすか。え、動かないでよ。え、動かないでよ。よし、ノルマ行ってる。気づいたらノルマ行ってる。ちょっと待って、入れる前に先にスーパーチャンプもったいないから、あ、スーパー着地か。使って、結構避けて、とりあえず入れます。あと一回使えるので、どっかで、一発使っていきたいんですけど、どうしよう。スーパー着地、ここだ！ここだ！ちょっと待って、俺が倒す前に、倒さないで、せっかく。スーパー着地が、あ、ありがとうございました。今回は、仲間と一緒に、いられました。ありがとうございました。結構運んだぞ。お、全部で125個だって。多いよね。てか53個多くね。素晴らしいですね。楽しかったです。ありがとうございました。いいイカといいタコちゃんでした。何個はこんな。40個